あ、シノンだ。また悩んでるみたいだな。いや、隣の席いいかな。あ、ええ、どうぞ。サンキュー。ちょうど喉が渇いてたんだ。飲み物でも注文しよっと。このお店のお茶、まあまあいけるわよ。そりゃいいや。すいません。どうしたんだ、今日もため息なんてついて。この前話してた悩みか。ええ、そうよ。相席させてもらったお礼だ。話くらい聞くぜ。そうね、ちょっと困ってるのよ。私、あること今よりもう少し仲良くなりたいんだけど。友達か誰かか。友達、ええ、そうね、そうなるわね。仲のいい友達、その子は私よりも仲のいい子がいる。そりゃ私よりも付き合いが長いんだし、分かってはいるけど。深刻そうだな。ええ、そうよ。もちろん相手のことも私は友達だから、二人の仲を引き裂くなんてこと考えられないし。シノンは真面目だな。俺だったら二人の中に入って一緒に仲良くやろうぜって感じになると思うけど。もちろんそれは一つの理想ではあるけれど、まあ結局私は二人とも好きだから、二人から同時に嫌われたくないのよ。なるほどな。ああ、ありがとう。ああ、確かにうまいなこのお茶でしょ。ああ、シノもその子も、その子の友達ってのも一緒に仲良くなれたらいいのに。三人で賑やかなのもいいと思うぜ。そうね、時々三人で一緒に遊ぶこともあるし、そういった時は私もすごく楽しいし、その子の友達ともまあ仲良くやってるかしら。ああ、いいじゃないか。優しいんだな、その子もその友達も。そりゃもう息もぴったりってくらい仲良くて、ほんと羨ましい。シノンがそういうのならよっぽどなんだろうな。ほんとほんと。でもその子は、その子は私からの好意にはなかなか気づいてくれないみたい。なんで気がつかないんだろうな、そういう子って。本当にね。ん、どうしたんだ急に。お茶が冷めたとか。そうね、ほんと一気に冷めたわ。その子と二人で一緒に出かけるとか、お茶をするとか。もうしてるわよ。そうなのか。その子もその子の友達もゲームとかするのか。それなら同じように一緒に狩りへ出かけるとか。それもしたわ。なんだ、そうなのか。じゃあ、あとは。もういいわ。なんであんたにこんなこと相談しなきゃいけないのよ。シノン。もういい、帰る。ごちそうさま。おう、じゃあまたな。相談に乗っていただけなのに、どうして急に怒り始めたんだ。なんか苦いな。